将棋将棋の先方拒飛者拒否者は、将棋における先方の二大分類の一つ。序盤において、初刑で右翼にある大駒の飛車を定位置のまま据えて、戦うこと。これに対して、序盤で飛車を中央より左に展開する指し方は、振り飛車と呼ばれ、将棋における先方は大きく分けてこの二つに、分類される。対する、相手の指し方により、両対局者が共に飛車を採用する。 相イイビシと振り飛車を相手にするタイブリ飛車に対別される。序盤において飛車を初期位置である二筋、あるいはその周辺の右翼に配置して戦うという振り飛車に比べると自然な発想の戦法である。飛車を三筋や四筋に振る袖飛車や右島飛車なども一般的には振り飛車ではなく概ね一飛車として対別されることが多い。玉の囲いには主に相イイイ飛車で用いられる。 ヤグラ、ガンギ、左身の対抗型において用いられる、急戦調の船囲いエルモ囲い、地球戦の構えであるアナグマやミレニアムなどがある。かつては一目散に身の囲いに組むだけで戦える、フリビシャに比べると、分岐が多く覚えるべき定石が多いとされ、アマチュアには敬遠されがちだったが、21世紀に入って、格好関係フリビシャやフリビシャ対策としての愛、 ブリビシャの登場など、振り飛車も戦術が多様化するようになってからは一概にそうとも言えなく、なっている。またプロ間では飛車も振り飛車も区別せず、差しこなすオールラウンダータイプが増加しているほか、近年ではいい、飛車模様の出だしから球を右辺に移動し、飛車を再下段に引いて左辺に展開する例も多い、右玉など、従来の、巨飛車と、振り飛車の枠にとらわれない差し方も広く差されるように、 なっている相居飛車は双方が駆け引きをしながら相手の駒組みに歩調を合わせて自分の駒組みをすることになることが多くその結果として相居飛車の最序盤で先手、後手が初手から互いに損のない手を指していくと大きく分けて矢倉、角変わり、相掛か,かり、横太りのいずれかあるいはそのバリエーションと言える形に分かれることが多いこれに加えて 角代わりが通常の角代わりと、あと、鉄外が,が通常より早い段階で、角交換を挑むあと鉄外一手損角代わりとに、大別される場合、さらに近年流行を見せている岩儀も加えた、大きく6つに大別して分類されることもある。なお、いずれにも分類できない線形は、単に、愛意味、車力戦闘として一括りに故障される例も見られる。これらの線形ごとに、 様々な戦法が開発されている。相居飛車の戦法には、その戦形ならば、先手でも、後手でも、採用可能なものもあれば、先手のみあるいは後手のみの戦法もある。矢倉戦や角代わりでは、銀賞金賞を縦に並べて、相手の飛車先をしっかり受け止める、矢倉囲い系統の囲いを左翼に構築し、ここに玉将を囲うことが多い。一方、相掛か,かりや、 横太りでは、飛車先を受けないために急に戦いが始まることに、加えて、飛車先交換を終えて自由になった相手の飛車が、縦横無尽に走って様々な場所から攻撃を仕掛けてくるため、玉将を中央付近に置いたまま自陣全体を素早く守れる中狭まい系統の囲いが使用されることが多い。振り飛車に対して、拒否者側としては、簡易な囲いのままで、すぐに攻め込む急戦か、 振り飛車側と同等あるいはそれ以上に硬い囲いを気づいてから攻め込む持久戦画を選択できる。急戦については振り飛車側の飛車を振る筋に応じて様々な戦法がある。持久戦の場合はどのように攻めるかではなくどのように固く玉将を囲うかに主眼が置かれることになるので守りの戦法たる囲いの名前がそのまま競技の戦法の名前となる。囲いについては 拒否者側も振り飛車側も飛車と反対側に玉将を移動し、相手の飛車が横から攻めてくるため、横からの攻めに強い形の囲いを構築するのが一般的である。異飛車側の囲いは、急戦ならば硬くはないが単手数で囲える。船囲い系統の囲い、持久戦ならば手数はかかるが、硬い穴熊系統の囲いが選択されることが多い。振り飛車側の囲いは、 ちゃんて数で囲いて固いミノ囲い系統の囲いが主に使われる。このほか、拒否者側がミノ囲いを構築する左ミノや振りシャ側が穴熊囲いを構築する振りアナ穴熊などもある。一飛車を主に採用する騎士は拒否者党と呼ばれる。ありがとうございます。